one, two, and then just here, and then you go like this movement. まず、逆の下突きから入って、でもう一発打ってから、同じ体引いてから上から振ります。Yeah, that's it. So it's gonna be just short. まず全部は短い技なんですね。パンパンってやってから上から振ります。ミットの面こっちさ、こういう人いるぞ。こうやって見ててさ。これここで打つんだけど、ここが最終地点じゃないからね。この先フォロースルー抜かないとダメだよ。こういう人もいるし、だから中に抜き込まないとフォロースルー。だから昨日も言ったけど、やっぱキレだから、一番大事なキレ。だからの野球の中で言うかヘッドスピードだよ。 Just make and then you come short to him。 まず最初の一発は普通のオーソドックスな構えを取ってから、もう一発打ってから、後ろ足から一歩前に出てから、その上を突きます。And then you're gonna be in the side. So you are like this, and then you are in the side of him. And then you punch this side. ですから、相手にとっては、最初の2発は真正面に立てます。で、一歩前に出てから、というか、横の方行ってから、上から打ちます。そういうイメージです。最初は動かないで、自分で合わせて、何発動かない、最後の一発で一本下がって、でそこからストレート入ります。片っぽの人が自由に持つと、上だったり下だったり、一枠使いながら、上だったり、上でしながら。で、追っかけた方が上だったら上、下だったら下、出されたところを狙っていくと。自由にやる。両足をスプリットしてから、後ろ足からステップして、でまたの構えを取って、これを横に向けます。昨日も同じ感覚でやります。はい、じゃあ、やってみましょう。今度は足を逆にしてから、ね、反対に回ります。ずっと、まず、こういう円に回ります。ずっと。で、足のかかとを上げて、まずこういうふうにね、バウンスイングの軽く動いてください。はい、そう、yeah、move off、and then you just keep going around。so moving、moving、おいしい。move around。ね、まずこういうパターンでいきます。ね、あ、おいしい出すところに一本の足は。その円の方に残しといて、で、まあ、電気たちみたいにさ、前に出てください。で、それを、まあ、動いてるやつは、それに避けます。横の方から。そこで、必ずやられないようにしてください。So you're moving, and then you just throw the oyster that allows you to. You know they're going to move, so there's no point in going like that.
りして、あの、で、突き出すところに、あの、彼が動いてるのが分かってますから、で、前に出るところに、イフィムツサリュ。それに月がこっちになるとあのダメですねまず月をそのまままっすぐ避けるようにやってくださいだ無理やり当たるじゃなくてそして内股からまず最初は内股からいきます、はい軽くいって前の足蹴ったらそれを一本下がります合わせてこういう感じでその後はあのその次は、下がってから反対足で返します反対足で返しますこういうふうに、まあ、スパーリングみたいな感じで動いてください。で、一人はずっと下段ばっかり出して、もう一人は避けてから返してください。それ自由にあのペースを取ってください。ここから一つやって、ストレート一本やってから外側行きます。じゃあ内股やって、内股まず長くして、で、突きも長くして入ってから、で、上から振ります。まずこれ行きます。の前足の下段が来て、それに合わせてその内股なんですよ。ですからあの なんか見た感じでこういう風にここまで入っていくとストレート突きがあのその距離がないんですね。ですから合わせて本当に長くしてからこういう風に。まずちょっとそれだけ言いたかったんですけど。押しちゃうと思います。それとなこれやってるんだけどあのみんなパッと分かってないけどねこれ昨日稽古したよねパッと足これ。これこの部分のパックをやってるんだよだからこれはすぐ入るわけだからこれでこういくと間合い詰まるってさっき言ったよねっていう木山も言ったんですこれなの実際まあ下段回してくるポーンパンとこの部分そうすると腰が入るからねそしたら今度は、相手を前蹴り蹴ってもらうんですねで前蹴りに合わせて横から動いてで膝蹴り返しますでまたもう内側からもこういうふうに膝蹴り返しますまずあの大切なところを受けは、ただまっすぐ上から落としてなくて横の方に行くか内側から行って、まあ、どっちでもいいんですけど返すのはでその前蹴りの、あの出るところにコントロールして外側か内側にあのずらしてから自分の体一緒に動いてからでそのちっちゃいサイドステップしてからあの膝蹴り返します